風草は、死体を埋葬せず外気中に晒して、自然に返す創生。爆草、空草とも言う。遺体の腐敗が早い程度地方で、世界的に多く見られ、日本では日本列島の古代以前、南西諸島では近世まで一般的な創生であった。双法は、時代や地域により町々で、人里離れた特定の場所に放置したり、 棺に収めたた状態で安置したりされることが多い。洞窟や樹上で行われることもあり、それぞれ洞窟層、樹上層と呼ばれる。山上や崖などに放置し、死肉を野生動物に食べさせるものは、長層、重層などと呼ばれる。また、海岸付近に置き置や土刈りなどに死肉を食べさせる例もある。その後、風化し発骨化した遺体を回収し改装するという、 服装の形式を取る場合もある。洞窟墓の一例。タウタウ人形の姿が見える。スラウェシ島高地部に住むトラジャ族の葬創は大規模かつ派手な葬祭で階級の差が定められており、行為者のみに限られることで知られるが、伝統的な葬創では岸壁に横穴を奪がったリアンと呼ばれる墓に葬られる。ただし現代ではキリスト教家が急速に進んでおり、 アルックトドロと言われる伝統の信仰をそのまま伝える信者が少なくなるにつれ、風葬は廃れていくのではないかと見られる。葬祭そのものはインドネシア政府による後押し、観光家もあり、現在でも盛んである。リアンボは岩山の高さ十数十メートルに及ぶ場所に横穴をうがって作られ、服装品であるタウタウ人形も遺体と一緒に置かれることが多い。その後は、 遺体が自然に解体されるのを待つ。ボルネオ島の一地方に居住するイバン族の大多数は土葬で葬られるが、一部のものに、対しては例外的にルンボン葬という台上の棺に葬られる形のものが用いられる。これは有力な指導者に対するもので、この形式で葬られた者は、資料と呼ばれず、神になったとされる。イバン族は普通の葬儀の際、 死を別離とみなし、死者との決別の意を儀式で表すが、ルンボン僧の際には逆の真理が認められる。それは人格を保ち、栄光化して、守護を期待するもので、神話によれば、最初のルンボン僧は、伝説の英雄、クリエンが、彼の父のために言ったことに始まるとされる。大上僧の遺体は場合によっては長期間肉体を止め、また、英雄の強靭な肉体にあやかろうと統計に。 ついばませることもある。日本の中世には、意外を棺に入れて、木の枝にぶら下げる、樹上層や、屋外に設けられた、台の上に棺を放置する、大上層が行われたという伝承が少なからず、語られている。樹上層の例として、八幡宮ぐ、道佐都市には、カシ子宮の名の起源について、中愛天皇の棺を、死の木にかけておいたところ、孔を発したために、 カシイと称するようになったという伝承がある。また、中山太郎によれば、棺がり桜や、人がかり松など、樹上層の伝説を持つ樹木も存在するという。大上層の例としては、類樹雑例に次のような伝承がある。比叡山延暦寺の吉明あジャリが、自分の死後、宮間に棚を作り棺を置くように遺言した。棺を置いて数日後、 弟子が様子を見に行くと意外はなくなり衣服だけが残っていたという。日本本土では白装令により庶民も定まった墓地に葬る監修が定着したため、風葬の習慣は廃れた。近代以降の日本では土葬さらには火葬がほとんどとなり、現在は天皇や皇族の一部に見られる棺を地中に埋めず寮内の石室に安置する双方が唯一の例外となっている。 外洋現代の奄美群島、琉球諸島の地域における主な創生は土葬、または火葬となっているが、伊波冬の報告にある通り、明治時代までは共同墓における風葬が行われていた。風葬は明治時代に行政から禁止されたが、下高島では屋外での風葬が1960年代まで行われており、宮古島で1970年代まで凍結層が、 行われていた記録が残っている。仙骨を経ての改装を前提とする、墓地席室内での風装は1960年代までは、沖縄全域で主流として残り、現在も離島など一部の地域で継続されているとされる。古琉球では、風装において遺体はまず脇や洞窟に置かれて、自然の腐敗を待ち、3年後、5年後、7年後など、 適当な時期を見て仙骨して納骨する。琉球湖において、崖や洞窟は、古来、現世と後世の境界の世界とされ、聖域であると同時に意むものとされてきた。それをあがめる一方で、死は、あくまで、汚れと捉えられていた。皇術の喫光母頭の縦墓は主に、琉球王国時代以降のものである。実体風葬には大きく分けて二通りの方法があった。 一つは特定の洞窟や山林と呼ばれる、不条の聖域に遺体を安置してそのまま共同の墓所とする原始的な方法と、喫鉱墓や破風墓の中に棺を一定期間安置し、風化して発骨化した後に親族が仙骨を行い、改めて図紙画に収める方法である。琉球王朝時代は王族や氏族以外の者が墓を持つことは原則として禁じられていたため、大多数の庶民は、 前者の方式で弔われていたが、明治以降は氏族に習った、吉光墓が、一般にも広がり、校舎の創生が主流となった。太陽が昇る方向にあることから、神の島とも呼ばれる、高島では、1960年代まで、前者の風像が残っていた。風像の行われる場所を、ティラバンタといいティラは、ティラと、同義で太陽のこと、バンタは、 断崖絶壁という意味である。第二次世界大戦前の下高島の風葬母子生涯を示すものとして、葬儀の時に歌われた、葬造歌の一部を取り上げる。都市甘い、内美館、ティラバンタ、ウシュキティ、シッチ、ハタバルヤ、ナミヌッシュル、タッチュル、ナミヤ、ハタバルヤ、ヒブイ、タッチュサ、ニルヤリーチュ、ウシュキティ、ハナヤリーチュ、ウシュキティこのうち、年が余りましたわ。 寿命になった、ニルヤリーチ花うはなやりは、ツイクでニルヤ花や、すなわちニライカナイのことである。干潟は、波が立つ、波の干潟は、煙が立つの箇所は、葬儀と関連する意味がつかめず難解だが、遺体が腐乱して溶けていく様を、ゆたゆたと立つ、干潟の小波に例え、煙が立つのは、妖怪した肉体が、煙となって飛んでいく描写だという。沖縄周辺の信仰では、 マブイは煙のようなものと考えられていて、風葬は魂を海の彼方の未来家内に返すものという観念が伺える。このほか、奄美群島では一旦土葬し、後年に掘り返して遺骨を仙骨し改装する風習が近代まで残っていた。京都帝国大学による風葬骨持ち去り問題沖縄本島北部の亡人村に、 琉球王国を統一した直し一族が眠ると伝えられる百は地母と呼ばれる風葬母軍がある。昭和初期、京都帝国大学助教授が人類学研究のため、警察の協力を得て風葬骨を持ち去った。現在は京都大学総合博物館に保管されているが、京都大学は先住民族の権利に関する国際連合宣言で、 琉球人が対象となっていないことなどを理由に遺骨の返還を拒否している。宮古島地方では沖縄本島から伝わる以前から巨石墓というのがあり、風葬の代表的な例とされている。屋根のない石囲いの中に遺体を葬るものであったが、後世風葬を嫌う考えが起こって屋根を被せるようになったという。中曽根豊臣親の墓のように、 本島の横穴墓形式との接中も見られる。島尻、ま又、大庭島にも風草があり、昭和時代には洞窟などから遺骨が多数発見されたことがある。また、島尻集落のほぼ中央部には巨大長いカボがあり、以前から長墓として知られている。研究報告によると、長墓は三つの車に分かれ、 60から70体分の遺骨が乱雑に置かれていた。車の前にはグスク様に囲いがあり、遺骨を以前収めていたと思われる容器も発見された。岩陰の内外で見つかった、河原家、陶磁器、キセルからこの母遺の年代は17世紀から18世紀頃と推定される。ありがとうございます。